昔あるところに、それはそれはとても不器用な魔法使いの少年がいたらしい。魔法の使い方もわからず、まじないの言葉をまき散らす。僕がよければこれでいいのって神様も悩ました。現在線毎線回転、頭なくフル回転。どう考えても絶対ね、まじないでは無理だって。やっぱりあなたを笑わせる方法は妄想さ、抱きしめることだけね。見知らぬ子が。
조카가 랜덤이라고 하셨는데 정국이가 나왔어요. 너랑 두 개를 비교해서 너네한테 설명을 했었었냐? 제일 요새 관종, 만약에